芋虫いわく、僕が一番最初に自己主張したのは、キノコ、タケノコ甲状腺ってのがあって、キノコの山 VS タケノコの里の甲状腺。はいはいはい、はい。で、その時に僕、キノコの山の城をくんさんに任されて作ったの。うん。で、その時にくんさんが説明中に、くんさんこれ僕作ったんだよっていう風に言ってて、しつこいから黙れて注意した覚えがあるっていう風に芋虫はツイートしてたから、そんな昔からなの？多分その時から主張は強かったんだと思う。ああ、もう片鱗は見せてたんだ。てかよくイモチャもイモチャでよくそんな時から監視してたな。ほんまに。最初からイモムシとは仲良かった。あ、そうなんだ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。